ダッシュでご自動も武田でございます。ゆしきさん、挨拶いいの？ゆしきさん、挨拶いい？いらない挨拶、ゆしきさん。あ、ゆしきさん、今日ゆしきさん出演 NG らしいです。気分が乗んないらしい。はい、ということで本日の動画なんですけれども、まだ久しぶりに来ました。皆さん見てください、この広大なぐるり公園に来てるんですけれども、今日はね、武田とランニングデートです。皆さん違うか、プロフィッツさんのタイツとかサポーターちょっと紹介させていただいたと思うんですけれども、3月上旬からね、プロフィッツ開催の、そのマラソン大会の、まあ、3キロ、5キロ、10キロとか20キロいろんな部門があるんだけど、3キロ担当武田です。あー、大体俺だろ。5キロがスイさんで、10キロがタムジョーで、20キロが確かタナさんとかな、そういう感じになってるんですけれども、なんで長距離企画なのにヨシキサボってんの、なんでここだけ俺になっちゃうのかっていう気分です。本気で3キロ、はあ、やだな。どんどん顔が渋ってくるな。今年習志野駅伝なかったからね、それと代わりっていうことでもいいか。で、習志野駅伝で僕12分半出してるんですよ。4分半ぐらいのペースで、しかちょっとわけわかんないペースで刻んでるんですけれども、ちょっと今日4分で1人で生きるのかな、ちょっとわかんないけど、一回ちょっと最初に試験4分で入ってみてどうなるか。で、このタイムに皆さんが挑戦して企画ですからね、この視聴者の皆さん、今回武田のこのタイムに挑戦して、でエントリーすればいろんな商品とか当たるっていう、そういう流れになってますから、頑張るぞ。ダッシュで行こうぜ。キング君準備大丈夫ですね。 OK です。さあみんな、武田に勝てるかな。いきます、よーいスタート。はい、ということで皆さん、始まりました TKD の 3000m トライアル。この走り見てるだけだとね、多分つまらないと思いますのでTKD の副音声も入れてランニングを楽しんでいきたいなと思います。まあ、先ほども紹介させていただいたんですけれども、これはね、豊洲にありますぐるり公園という場所ですね。あのクロちゃんが、あの楓ちゃんに告白して振られたところですね。わかるかな、まあ、もうちょっと奥なんですけれども、長距離の走り方忘れたと言っております。長距離走るの久しぶりだよね。 OTT 以来やっぱり長距離って走らなくなってて、ほとんど久々でした。めちゃくちゃ大変。さあ、これ1キロの通過が4分13ぐらいなんですよね。そうなんですけど、もう4分13も早い、めちゃくちゃ早い。もう体ブレブレですからね、もう一生懸命ですよ。1キロ通過教えてくれなかった。はい、今1キロ通過教えてくれなかったとガーミンに文句言ってます。自分でちゃんと設定しなさいということですね。カメラの充電がないから、もっと早くついて。カメラの充電がないから早く走れと、マネージャーのプク、これ逆パワハラじゃないですか。逆パワハラ、大丈夫です。まあいいんですけれども、仲いいってことですね。仲がいいです。まあ本当はこれ 4.8 キロコースみたいなところあって、ずっとまっすぐというか道なりに行けるんですけれども、2キロの通過も1キロ4分13で、まあ8分26ぐらいでね、2キロ通過して、ここからちょっと折り返す形にさせていただきました。で、なんか行き向かってるなと思ってたんだけど、結局こっち走ってもね、向かってた。もう風はね、待ってますもん。いやでも本当に広くてとても走りやすいですよ。まあこの時はね、ちょっと人が多めだったんですけれども、いつも人が少なくてね。さあさあさあ、残り 200m です。頑張ってください TKD。 いやーきついな本当に。ベストが2年前か3年前ぐらいに走った習志野駅伝の12分半なんですよ。最低でもそれはちょっと越していきたいなというところです。さあどうなるか、どうなるか。4分13のままで刻んでたんで、そのままだと無理ですね。だけどちょっと手元の時計見ると上がってそうですね。いい感じです。さあさあ、もう少し頑張れ TKD。 自己ベストは更新できそうですね。はい、ということで12分26秒ということで、自己ベスト4秒更新しました。頑張った、よくやった。きついんだわこれが。本当に短距離選手のみんなは分かってくれるよな。ということで、ご視聴ありがとうございました。
ダッシュで行こうぜ。本気、わかる。みんなランニングデートもね、今回は本気で行かないと。はい、ということで3キロ終わりました。武田のタイム12分26秒です。で、平均が4分8秒。どうよ。で、やっぱ一人で走ってると落ちてあって気づくんだけど、やっぱペーサーがいないとね、気づくのね、遅いです。やっぱり自己ベストなんですよ、皆さん。いやー、よかった、自己ベストで。はい、ということで、ね、皆さんもぜひプロフィッツのマラソン企画 TKD にチャレンジ、まあ自分以外にもね、5キロ区間、10キロか20キロ間に他のランチューバーの方いらっしゃるんで、そっちの方の対決もいいと思いますけど、でも俺のが一番楽だと、一番イージー。ポケモンで僕たけしなんでまあ皆さんもぜひプロフィッツのチャレンジしてみてください。これで終わり。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。